皆さん、お元気ですか？花咲ゆきみです。昨日、9月20日は何の日だったかご存知ですか？実は、お手玉の日だそうです。お手玉。私は小学校の頃、母が中に小豆を入れて手作りでお手玉を作ってくれたんですが、それでよく遊んだ思い出がありますけれども、最近はお手玉を見ることもなかったかなーって思います。でも、なんと、今回お誕生日プレゼントで実はいただきました。こちら。これお手玉なんですよ。この小さいのはヒノキです。ちょっと出してみますね。ちやーん。もこもこちゃんでーす。緑。そしてピンク。はい。オレンジとピンクと緑。この3つが入ってます。ヒノキの中に入ってたので、すごくいい香りがします。このお手玉の中は、お米かな？こんな感じの音がします。なんか、すごく久しぶりにこういうお手玉を触った感じがしますけども、なんか懐かしいなーって思いますね。さて、このお手玉なんですが、お手玉って聞くときっと皆さんはなんとなく昔の遊びっていうイメージが強いかなーと思いますけれども、まあ私もね、私自身本当に小学生ぐらいの時に遊んでたものなので、今から30年ぐらい前になりますかね。うん。でも調べてみたら、相当昔、聖徳太子も遊んでいたなんて書かれておりましたので、本当にこう歴史のあるね、おもちゃの一つなんです。で、いろいろ面白いので調べてみたら、このお手玉には、なんとすごい健康法が隠されておりました。今日はそのお手玉の健康法を皆様にご紹介したいなと思います。お手玉にはいろいろ種類があります。例えば私が小学校の頃遊んでいたお手玉は、母が着物の生地を縫い合わせて中に小豆を入れて作ってくれました。そういうものもあれば、今回このファンの方にいただいたもののようにもこもこーっとした生地で中にお米が入っているこういうお手玉もあります。これは形も俵型なのかな。はい、形もですねいろいろあるし、中身もいろんなものがあるし、生地もいろんな生地で作られているものがあります。でも全てに共通するのが多分色鮮やかなものが多いということです。このね、お手玉も黄色と緑とピンク、あ、オレンジかな、はい、とにかくこう色鮮やかなね、色合いでできていますもんね。ということでこの色鮮やかな見た目から視覚が刺激されます。そして手に持って遊ぶということから触覚、あとはお米とか小豆など中身の音がこう鳴ることで聴覚が刺激されます。いろんなね、あの部分が刺激されることによってこう集中力が高まると言われております。で、お手玉で遊ぶことによってそういう集中力、視覚、触覚、聴覚刺激されて、バランス感覚とかもこう良くなったり、リズム感も良くなったり、するし、認知症の予防とかにも効果があるっていうことがね分かってきたそうなので、もうそういった意味ではすごい健康法だと思います。で、このお手玉、今3つあるんですけれども、本当最初はですね、一つだけでも、こう、ポンと投げて、右手で投げたものを左手でキャッチとか、あとは、こう、交互にくる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 やって、最終的にはこう、三つを、こう、
ジャグリングっていうんですか、ピエロがやるみたいな感じでやれるとすごくいいんですけれども、こうやる際にですね、まあ最初難しいから聞き手、私は右利きなんですが、だから逆にこう、なんだろう、時計と逆回りの左回しの方がやりやすいんですけれども、それをですね、あえて逆の右回し、時計回りの方にやることによって、なんか逆、すごい脳が刺激されるそうなんですね。まあだから、少しずつ少しずつなんですけども、皆さんも、これもですね、なんか100円ショップとかで、これは売ってないと思うんですけども、お手玉は100円ショップでも手に入れることができるみたいなので、どんなものかちょっとわからないんですけど、もうちょっとちっちゃいかもしれないし、どんな感じかわかんないんですけども、100円ショップとかで見つけたらぜひね、ちょっとこの皆さんもお手玉やってみましょう。じゃあ私もちょっと今日やってみたいと思います。じゃあ、まず一つから。まあ一つはね、誰でもできますよね。こうね。こういう感じで。で、逆にやると結構、なんか難しい。なんだろう。変な感じ。もうこの変な感じになってるだけでも、すごく脳が刺激されてるみたいなので、いいみたいですよ。いや、本当に変な感覚です。なんか、すごい、不吉祥な感じですね。はい。はい、こんな感じで。一つ目できました。それでは、今度は二つ使ってやってみたいと思います。じゃあ、普通にね、こうやりやすい方から。こんな感じで。これもね、だんだん慣れてきたら、こう早くやるのもいいみたいですよ。はい。で、なんだっけ、リズム感を良くするにはですね、歌うのがいいらしいですよ。なくしたとかってね、今のは恋樹皮を歌ってみたんですが、そんな感じで歌うと、あ、タンバリンでやってたけどお手玉でやるのもいいかも。なくした愛の虚しさに、ほ、こんな感じで。これこっちでやるのってなんか、できるかな。やっぱり、利き手じゃないに他やると、変！あん！でもね、これでも、2個でも難しいですけど、なんか、右手じゃないや、左回しの時みたいにこうね、早くできるようになると、やっぱり、それだけ脳が活性化されるってことなので、ちょっとこれは歌いながらできないな、左からは。はぁ、難しい。はい、こんな感じで、2個はクリア。できました。さあ、3個ですけどね。3個は難しい。1つを上げてる間に、こっちに来て、また、これを上げてる間にってなるでしょ？あー、できないと思うよ。せーの。あはは！できない。3個ってどうやってやるの？ 3 個ってどうやってやるの？あ、できないよ。ほんと難しい。いや、できない。悔しい。ちょっとしばらく練習したいと思います。ちょっといつになるかわかんないけど、3つできるようになったら、また、この YouTube で、皆さんにご報告しますね。あー、悔しい。はい、じゃあちょっと気を取り直して、片手で、こうやって、あれ？こうやってやるのも、すごく、脳を刺激できるということなので。全然できてない。よいしょ！こういうね、感じで。あ、最初は、ポンポンって止める感じでもいいらしいので、こういうのね、ちょっと片手で続けていくっていうのも、左手なんかできないだろうな。あ、できない。全然できない。持ち上がってない。じゃあ、こう左手もね、宿題だね。はい。三つと、左手のみで、ちょっとやるね。お手玉。あ、ダメだ！できない。悔しい。でも、多分脳がね、混乱してるんですけど、これが本当にいいことなので、ちょっと、やっていきましょう。ね。だって、健康になるんですから、これも、青竹踏みを、に乗りながらやる。あ、なんていい健康法を考えちゃったんだ、私。だけど、まずは乗らなくてもいいや。この、三つと、これね。ちょっとできるようになりたいな。三つでこう歌いながらできるようにね。
なりたいなと思います。はい、今回は歴史のあるおもちゃ、このお手玉を使った健康法というか、脳のトレーニング、脳トレをちょっとやっていましたけれども、やっぱり30年経ってると、3つでシャカ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 っていうのは難しかったですね。でも、ちょっと脳トレにもなるし、脳の活性化を目指してですね、今日から一生懸命3つでできるように、また片手でひょこひょこってできるように、ちょっと頑張りたいなと思います。はい、ということで今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。コメントなどもお待ちしております。それではまたお会いしましょう。花咲ゆきみでした。またねー。